イスラエルが地上侵攻の準備を進める中、イランの外相はガザ地区への残虐的な攻撃が続けば、イランが直接関与する可能性を示し、イスラエルに警告しました。ロイター通信によりますと、イランのアブドラヒアン外相は、ガザ地区での残虐行為をやめなければイランは傍観者ではいられなくなると述べ、イスラエルに警告しました。 イスラエルを支援するアメリカに対しては、戦争が拡大すればアメリカにも大きな損害が及ぶだろうと牽制しています。アブドラヒアン外相は14日、国連の中東和平特使との会談で、イスラエルがガザへの地上侵攻を実行に移せば対応せざるを得ないと述べ、イランが直接関与する可能性に言及しています。 また、ハマスの指導者とも会談しイスラエルへの攻撃について歴史的な勝利だと称賛しました。